カリフォルニア湾の島々と自然保護国群は国際連合教育科学文化機関の世界遺産リスト登録物件でその名が示すようにメキシコのカリフォルニア湾の島々や海域に設定された保国群を対象とする自然遺産である。美しい自然環境の中で独特の生態系が育まれていることなどが評価された。 登録されている面積の7割以上が海域である。この物件が推薦されたのは2004年のことである。世界遺産委員会の自然遺産部門の諮問機関である国際自然保護連合は2005年に登録を勧告し、その年の第29回世界遺産委員会で正式登録が決議され、メキシコの25件目の世界遺産となった。その後、 第31回世界遺産委員会と第35回世界遺産委員会には、軽微な変更が行われ、世界遺産の登録範囲は順次拡大した。世界遺産としての正式登録名は、英語、アイランズプロテクテッドアリアズ、オブザ・ガルフ・オブ・カリフォルニア及び、フランス語、アイルズ・イアイリス・プロトジェズ・ジュ・ゴルフでカリフォルニーである。その日本語訳は資料によって、以下のような違いがある。 この世界遺産を構成するのは以下の12件である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。小頭ネズミイルカこの資産はカリフォルニア湾の固有種である小頭ネズミイルカ絶滅の恐れを理由として第43回世界遺産委員会で危機遺産リストに記載された。ありがとうございます。